ケイトさん、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。はい。で、携帯転売法も含めて、いろいろこういう EC 物販やってる人たちの中ですね。はい。人によっていろいろコメントがね、あるんですけど、はい。商品の価格を下げないと売れませんみたいなね。はい。そういう話ってたまに出てくるんですか、やっぱりね。あ、出てきますね。よく出てきますね。はい。はい。リバルセラーがいて、はい。リバルセラーよりも、この値段を下げないと売れませんみたいなね。はい。見せないと売れませんみたいなケース。はい。はい。まあ、ただこれって明らかに間違った方向に進んでますよね。そうですね。これ、なんか誰も、まあお客さんは嬉しいかもしれないですけど、はい、セラー同士、お互い潰し合っちゃって、疲弊していきますよね。はい。はい。で、例えば、じゃあ、ケイタさんにしても、はい。ケイタ式転売法で月賞500万以上、月賞1000万以上になったメンバーとかで、はい。っていうのは、いや別にライバルセラーより値段高くても売れますよってみんな共通して言うじゃないですか。はい。うん、だから、当然、01スタートの人がその状態で売れるわけじゃないけれども、はい。じゃあ、どういうプロセスでね、そこまでいけるのかっていうのは、まあ、これ、講義の中でちゃんと語ってると思うんですよね。はい。ただ、それを、やっぱり、なんか、1回しか2回しか、なんか、聞いたことがないんだよね、この講義を。はい。それでやっちゃってる人って、やっぱり逃しちゃってると思うんですよね。はい。不思議なことにね。そうですね。うん。だからやっぱりこの、まあ、初めのうちは携帯式転売法にしても、まずはシステムを覚えると。やり方、ね、ツール何使うのかと、サイト何使うのかとか、そういうことを覚えると。はい。ね、多分その時はそのことしか集中してないと思って、まずね。なんか。はい。うん。そうすると、ちゃんと言ってんのに聞いてないというか。うん。で、実際じゃあ今回も携帯式総会開いて、60名以上の方がね、はい、オンタイムサインされたのに、はい。なんかニコニコしながら、いや、売れてきましたっていう人もいれれば、はい。ライバルセラーより価格下げないと売れなくて、利益が出ないですって言ってる人もいると。はい。で、大抵、やっぱりその利益が出ないんですって言ってる人に、携帯式の、ちゃんとノウハウって何往復聞きましたかって言ったら、はい、いや、まだ1、2回ですみたいな。逆に言うと、それでよく01になってなと思って。はい。そこはありますよね、これね。ありますね。ありますし。あとは、部分的に、聞かれてとか理解されて進めてらっしゃるので、もちろん、最初、何の評価もない状態だと、それは高くは売れないと思うんですけど、はい。はい。必要な条件を揃えていけば、値段も上げられますっていう、こう、ね、一連の流れが分からず、やっぱり目の前のことしかどうしても分からないので、はい。というところで、そうですね。今自分がどの位置にいるかっていうふうに、見れればいいんですけど、なかなか、今の状態がずっと続いていっちゃうって思う方が多いような気がします。はい。ね、だから、ほら、先が読めないからこそ、初めてのことっていっぱいあるです、僕たちから。そうですね。はい。私、初めてやった時は瞬間あるわけですね。はい。テニス、いつから始めたんですか？テニスは中1です。中1ね。で、はい、中1の時も、小学校の時まで経験ないことを新たにやって、はい、全く分かんない、右左も分かんないって状態で、ラケットのことから始めたわけですか。そうですね。はい。僕も中1で剣道を始めて、高校1でアメフトを始めたんだけど、はい、アメフトって全く分かんない状態で始めたんですよ。はい。うん。いや、だからこそ、勉強をするわけじゃないですか。そうですね。何のためにするかって先を分かんないのに見通せるようになるためにちょっとこれ勉強する、繰り返し勉強するわけですから。 そうですね、はい、そうだから教わるわけじゃないですか、講師も、ね、そうですね、教わりましたし、雑誌も見ましたし、テレビで試合も見てましたし、はい、やってましたね、はい、だから途中でこれほらずっとこう下向いて自分の世界入って自分の常識固めて、いや、はい、これはもうライバルセラーより安くしないと商品売れないんで、勝手に自分で決めないで、はい、店舗にとしてはそんなことないわけじゃないですか、はい、そしたら聞かないとね、ちゃんと。そうですね。その動画を、ね、聞くの嫌だったら、はい、もうこれもちょっとおかしいと思うんですけど、はい、今日学びに来てるのに、はい、いやでもちょっと人間から教わりたいんですよ、聞けばいいんですよ、ね、はい、なんでケイタさんが売れるんですか、なんで利益出るんですか、はい、そしたらやってる人はいるわけだから、一期生に、ね、はい、はい、そうですね、だからプロセスがあるわけだよ、ちゃんとそこまでってね、そうですね、そう、いやだからこそ初期の方ではこういう商品を出品しなきゃいけないし、はいはい、ね、もしくはこういう商品を出品した方が効率がいいし、逆にね、はいはい、でそれで年月の経過とともにどんどん利益率がアップしてくるよって言ってるじゃないですかね、はい、そうですね、うん、そこを全く無視して自分の世界にずっと入って、この足元ってかもうパソコンの手元だけ見てパチパチやってたら、これもうどうやったって挫折する未来しか待ってないんですよ。
そうですね。そうですね。それでもまあトントンと売れていけばいいですけど、まあ大抵だんだんこう辛くなってやめてっちゃうっていう感じですね。辛くなってやめちゃうんでね。はいはい。うん、で結局でも怖いのは、じゃあ経営タスク転売法ダメだったと、はいね、もう EC 物販は俺に向かないって言ってなんか違うことやろうとしても、はい、いや僕からするとサービス業ね、はい、あとは情報販売デジタルコンテンツ売りしても、はい、物販以外ってそこしかないんですよ、サービス業が。そうですね、物サービス情報しかビジネスないわけですよ、はい、でもこれ一番簡単な物販で第三者がメーカーとして作ってたやつで売るだけっていうね、簡単な物販でできないってなると、はい、もっと大変になりますよね。そこができる、そうですね、全然大変さのレベルが違いますね。うん、はい、いや価格下げないとできないって言うけど、はいね、でも世の中実はまあ、価格あえて狙って下げて売ってる人もいるんですよ。あ、そうですね、はい、で僕からするとそっちの方が難易度高いんですよ、ビジネス。はい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 、そっちの方が達人なんですよ、言っとくけど、はい、あれですよね、100均ショップとかすごいですよね。いや、どうやってやってるのか分かんないもん、ね、はい、そうですよねじゃあそれが店舗として成り立ってるのかとか分かんないよね。はいはい、そう、あっちの方が難しいんですよね、実はね。確かに確かに、そうだって店舗数とかそのね、これ末端がまさにないとダメだし。そうですね、はい、ボリュームディスカウント1個あたりの商品、うん、当然ねやっぱり1000個1万個とか売れないと、そうですね、それは実現できないし、はいはい、だから実は値段を下げてやるっていうの方が、いやなんで利益これで出るのっていうのを実はやっぱ聞いてみると裏の仕組みがあったりするんでいる。そうですね、いやおっしゃる通りです、はい、こっちのがないんじゃないですかね、はい、だから僕たちがお勧めしてるのはこの零細の消費資本の、ね、個人なんだから適正価格で売るっていうのが一番ね、はい、やりやすいっていうね。そうですね、一番なんか利益が出しやすいっていうかね。そうですね、だから値段を下げて売るなんて僕逆にそういうビジネスの方がね、僕やり方わかんないこれこそその業界にずっといて何かのポイント見つけないと。そうですね、絶対できないことですよね、はい、誰もが簡単になんで、はい、だって利益として成り立たない、商売として成り立たないじゃないですか、そうしたらね。そうですね、従業員やっとったりとか設備投資、はい、どこから捻出してんだろうとかって見えない部分が実は多いんですよね、うんうんうん、はい、だから今実はこの適正価格以上で売るっていう方が最も再現性があって最も簡単なやり方だよっていうから、値段が下げないと売れませんっていうのはまあね、そこに陥っちゃってる場合は早く買いないと危険だっていうのね、よく理解。そうですね、なんですかね、まあ時間はかかるんですよね、なんだろうな、すぐに今始めたばかりの人が適正価格でっていうのはまあできないことはないんですけど、それよりかは売る経験という意味では安くても売ってった方がいいとは思うんですが、どこかでこうだんだん切り替えていくっていうところですね。そうですね、はい、でも1期生とか2期生見てると、はい、経営者だとそんな1年もかかってないんですよ。あ、そうですね、言うても1年もかかんないですなので普通のそんなのないよ今から、はいはい、なんでそうですね、普通の商売に比べると圧倒的な短い期間でできますけど、1、2ヶ月目の方があんまりそういうことは考えない方がいいかもしれませんっていう感じですね。いや、そんなビジネス言うのがないからそうですねはい、だから商売なめてるのか、はい、そうなんです。なんで逆に売れないって言ってる人が自分の乗せたい利益を最初から乗せて売ってる人がいるんですけど、いやそれはさすがにルーキーは売れませんよっていう、それもそれなので本当、うん、そうなんですよね。でそこら辺のポイントを押さえていかないといけないって感じですね。なんででも同じことを言ってても理解できる人と理解できない人がいるんですかね。なんか難しい、その毎週その30人の方とか50人の方にこうずっと一人一人お話ししていく中で、他の方もそれを聞くじゃないですか。だけど私は一応その方の売り上げの状況とか販売の状況を見た上で、その方に今いいかなという思うアドバイスをするんですけど、多分これを聞いてる方はじゃあ同じ状況かというとそうじゃない場合もあるんですよね。なのでちょっと人のアドバイスとか人に対して私が言ってる内容とか、あとはまあチャット上でも日々こういろんなコメントが飛び交ってますけど、その方の状況に応じて言ってることもあるので、ちょっとその全部を真に受けるというよりはちゃんと自分の状況に照らし合わせて判断していくっていうのは結構重要かなとは思いますね。
これはネット上での情報をいろいろ調べて進めようとされている方もあるとは思うんですが、この際も気をつけた方がいいかなと。ね、どの段階の話をしているのかって全然違う。そうですね、全然違いますので、はい。でも、はい、これって根本的な、その本当は転売法とかね、物販とかだけじゃなくて、駅、はい、とかだけじゃなくて、はい、こんな商売の基本なんですけどね、はい、商売の基礎、はいね、じゃあ例えばリアル世界で言ったら、はい、この行商みたいな感じで、はい、道端にゴザを引いて売るとこから、はい、店舗を持っていくからまでのプロセスをね、はい、あとはほらなんだっけチャルメラみたいなラーメンの、ね、屋台を買ってる状態から、はい、その店舗を持っていくから、はい、全部一緒だから何やってるの。そうですね、はい、ルーキーの時と、はい、その実績が出てきた時と、はい、そして店舗を持って自信を持ってやってる時と、はいはい、そうですね。だからそこの流れっていうのはやっぱりね、もう普遍的なものがあるから、これは、はい、人間である限りね、はい、これが分かってくると、じゃあ初期の頃には何をやんなきゃいけないかとか、はい、ルーキーの時にはすごい分かってくるんでね、はい、そうですね、はい、本当そうですね。別にネットだから特殊ってわけでは全くないですからね。全然もう江戸の商人のとこから同じやってるんですよ。そうですね、はい、ちょっと前の時代からね、はい、うん、本当ネットはなんかその一気に多くの人にリーチできちゃったりとか、はい、誰でも始められちゃうっていう点ではその他の商売と違って、そこでまあなんかやるべきことが抜けちゃった状態でやってしまえるから、基礎が抜けてることが多いかもしれませんね。はい、はい、ということで、まあ本当に、はい、まあ、とにかく基本的には、まあ、部活のね学生さんとかね、学校のこの受験目的の高校生とかね、受験生とかも基本的に同じこと何回も学んでるわけですから、はい、そうですね。しかもあんな答えのある簡単なものでね、はい、でやっぱりこの商売の世界っていうのは答えが見えづらいところであるから、はい、第2回聞いただけでこうですね、ちょっとやめてほしいなと思うんですよね。ちょっとさすがにそんなの学生さんからね見たら、はい、そんなんでよくできますね、舐めてんですかって言われます、学生から。いや思いません、だってそれが命の次に大事な、うん、大事って、まあ、そこまで言ったらあれかもしれないけど、うん、お金を巡る話でそれをやっちゃうと本当にそうですよね。だってね、ほら、じゃあ啓太さんもいい大学行ったと思うけど、はい、1回の授業で全部丸暗記できる人っていたの？いやいや、いるわけがないですね。はい、あでも毎日日本に10人ぐらいいるみたいなね。はいはい、東大を取って入る人って10人ぐらいはいるらしい。天才くんですね。もういっぱい見た、言わず見ただけで覚えちゃうみたいな、授業で先生の話聞いただけで覚えちゃって、はいはいはい、全然勉強してませんみたいな、本当いるみたいで、ね、はい、でも自分がそうだったらいいよ、やっぱり、はい、いやもう啓太さんの言うことをもう一回聞いただけで全部暗記しちゃうんですよ。だって学生時代僕東大トップで入ってますからね。そうじゃない、僕たちには凡人だとしたらもう半分しかないですよ、凡人はね。そうですね、はい、そう、はい、それだって学んで半年で分かったこと、1年で分かったこと、10年かかってようやく分かったとか、いろいろあるからこれも。そうですね、多分そうでしょうね、はい、どうかね、真剣に取り組んでほしいと思う。はい、と適当にやらないでね、はい、うん、学生にもね、バカにされるよね、本当に。はい、ということで、はい、今日は厳しめの話ですけど、まあ、典型的な失敗例なんだと思って、はい、値段が、はい、ね、はい、そうですね、うん、はい、はい、ということで、じゃあ、はい、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。